50年以上住んでおりますが、不思議な縁で犯罪との縁はその前からありまして、で戦争時代から犯罪に出入りさせていただくようになりました。ちょっと大きいですか。はい、それで、特にここ十数年、私が、20年ほど前に一応シカゴ大学を定年になったんですけど、別に定年になっても講義がしなくてもいいというだけで、かえって研究も、自由ができるという、そういう自由な立場になりまして、それで定期的に、犯罪の方にも出入りさせていただきまして、日本に参って犯罪に、出入りさせていただいております。それで、ここ、何回か皆さんの前で講演したことがありますけど、学生さんというのは次から次と変わっていくものですから、昔の講演を聞いた方も今あんまりここにおられないんだろうと思います。で、今までは主に専門の話をやったんですけど、今回は、この全学の学生さんの前だということで、何を話したらいいかいろいろ考えたんです。で、特に私が感じていることを今回お話しようと思います。で、私が感じていることというのは、つまり、最近の日本があまりにも急に変わってしまったこと、昔とはもうちょっと想像もできないほど変わったということ、これは日本だけじゃないですね、世界中の話ですけど、それで昔のことを知っている人はもうほとんどいない、私のような年の人はもうあまりいない。しかしながら、その、人生には目先のことだけを考えずに、遠い将来、遠い過去のことも知ることが非常に大事だと思います。それで今回は私は私の今まで経験したこと、それをお話しして皆さんのご参考に供したいと思うんです。私は、簡単に言いますと、さっきお話しましたけど、子供の時は東京で生まれまして、関東大震災にあって、それで、職も家も父の親も亡くなって教授に帰ったと。それで教授っていうのは福井ですけども、福井で育ったわけで、それから東京に出て東京で、学校に行ったわけです。しかし戦争の時には福井は皆さんのご存知の大空襲にあって、一晩で全部消えてなくなってしまったと。私の家も、それから私の親戚もなくなってしまったんですけども、それをして、我々の父母兄弟は、無事で生き延びている。しかしその後数年、2、3年の間に今度は大震災に流れまして、その大震災の直後に今度は大洪水に流れまして、ひどい目にあったということを私は思っております。それで今回の私が、話しようとした題目は物理学の衝動という名前をつけました。これは単なる思いつきであって、こういうことを話そうと思い出したんで、これ初めて考えることですけど、後からだんだんと、こういうことも言いたいということが思い出したことなんで、それで気の向くままに大体のこの筋をたどって私の経験したことをお話しようと思います。で、実はちょうど一月ほど前ですかね、去年ですか、アメリカ のシカゴにジャパンアメリカソサイエティという、日米協会というクラブがあります。で、これは主にビジネスマンとか、その地下の地方の名士とかそういうものの集まりでやってて、学者とはあまり関係ないんですけど、実はその時に私は一度晩餐会に呼ばれまして、その講演をしたことがあります。で、その時の話っていうのは何かというと、物理学者とはどういうものかと、そういう題でいろんな面白い話をしたんですが、今回もその材料を使うことにいたします。大体学者と言いますとあまりいい、イメージがないようですね。
まあ、一般の人に言われると学者といってもいろいろな意味があって、博識者、赤学、あるいは専門家などといろんなニュアンスがあって、それで学者という観念もアイデアも年とともに、だんだん変わってきているようですけど、その上その人間としてですね、偏屈だとか変わり者だとか非常識だとか、あるいはエクセントリック、アブセントマインデッド、あるいはモノマニアック、そういう、まあ、ありがたくない形容詞もついています。で、私がこれから話をする学者とは、主に独創的な仕事をして科学の進歩に貢献してきた有名な人物、世界的に有名な人物のことで、特に理論物理学者の話をしたいと思います。で、物理では一つの分業ができている、実験物理学者と理論物理学者というはっきりした分業ができている。で、実験物理学者ともちろん実験をしていろんな新しい発見をするとか、はいはいはい、どうも、新しい発見をするとかそういうことですけれども、まあ、そういう人間は比較的にまともな人間です。まあ、実験をするためにはその大きな、まあ、グループでやらなくちゃないの、それからリーダーになって人を使うと、それからビジネスマンとして金を取ってくると、そういう才能がなくちゃできません。自分の罪はそうじゃなくて、紙と鉛筆であると、まあ、皆さんそういう形容詞がありますけど考えてやると。ですからだいぶその 人の時にも変わっていると。で、私が話すのは私の知り合った理論物理学の話の主にそうですけれども、実際にこれらの人間は特別な才能を持っていることは確かです。みんなそれぞれ違うけれども特別な才能、しかしまだ大変癖のある人で、これらの、まあ、形容詞の意外でしたけど、その通りの変な人間ばかりだった、ほとんど全部がそうだったので、これはもう話すとこれから話します。で、私自身がはい、まずですか、もうこれでこっちでいいですか、経験した実際に会った人たちの私の、まあ、一緒のゴシップみたいになりますけれども、お話をしようと思います。で、軽い気持ちで聞いてください。あんまりその真面目な話ではないんですよ。だけど一般の人には知られてない、そういう人に会った人しか知らないような話です。で、まず第一にここから始めますけど、このスライドですけれども、大体において私がどういう経歴を立ったことをざっとしまして、それからその時に会った主な有名な人で今回の話に出てくる人たちの名前をここに記してみました。これ太平洋戦争の時、私は繰り上げ卒業で、追い出されてすぐ軍隊に入ったわけですが、そこで軍隊に服役して、これは3年間戦争が終わるまでおりました。最初は東京で工兵隊、一般の兵隊としてね、穴掘りとか、いろんな橋を架けるとか、そういうありがありましたけども、幸いにして後でもう一度軍隊の中から応募して、結局、特別な研究室に入ることができたと。これは電波系レーダーの研究所ですね。で、これが東京にあ、もちろん立川にあったんですけど、爆撃が始まったんで疎開して宝塚に来てと。で、これが私と大阪との関係の始まりなんですよね。で、宝塚の、今 東京銀行になってますけど、そのところ銀行のゴルフクラブが宝塚にあったんで、そのゴルフクラブの、はい、ゴルフクラブを乗っ取って、そこで、まあ、仕事をした。で、私の役目というのは、
その頃いろんな戦時研究とか戦時中のいろんな研究、レーダーの研究とかなんかで大学の先生たちと連絡がしたんで、その連絡係、調査係、障害係と、それが私の役目だったんで、犯罪時も顔を出して、それで、先生と知り合うことになったと。長宮先生、伏見先生、夢の先生ですね。それから内山良いると。で、その頃私はまだ軍服着て22か1か2ぐらいだったんですけども、先生が私を南部中尉殿と敬礼してるんですね。つまり軍人だからです。非常に照れくさかったんで、私はまだ大学出たばかりですね。でもつまりそういうまああれで、対等に付き合うというようなことができるようになった。それが非常に、それでいろんなことを個人的に先生から話を習いました。ところが、まあ、先生が終わった途端に今度は南部中尉が南部君になってしまったんですね。で、その関係は未だに続いているわけです。で、戦争が終わった後、一体日本はめちゃくちゃになったと、将来があるのか、職があるのか、自分の将来どうなるか、全然全くの暗闇でした。で、幸いにして私は東大卒業、理学部のまあ、今のポストドクですね、研究員として職をもらうことができた。それで東京に戻ったわけです。で、実はその頃私は、まあ、若い家の遺体で戦争の終わり頃にところに結婚したんだけども、住むところはない。それで私は、親元に彼女を置いて、それで東大の研究室に住み込んだ。3年間そこで暮らしました。で、それからただ食べるものが不足、それは 食事はさばくと買い出しに行って、で買い物して田舎を回って買い物をして食べ物を探す、それから、朝は大菓子に行って、イワシを買ってくると。で、夜はテーブルの実験室のテーブルなんですけど、その大きな大部屋で、テーブルが大きなテーブルなんで、その上にむしろを敷いて、それで毎日寝たと、自分の机の上ですね。まあ、そういう生活を3年間やりました。で、これは非常に戦争中よりももっともっと生活の面では苦しい時代でした。しかしその間、私は私の将来を作った最も大事な時期だったと思います。というのは、そういう寝ることと食うこと以外に考えることしかしなかった。24時間毎日毎日ですね。で、その頃先生たちはみんな家族があると。だから家族の世話に関わっていて、我々のことなんか全然問題にしてくれない。変わってくれないんですね。ほったらかしたら。だから我々は我々自身で勝手なことをやると。で、私の部屋にもう一人、やっぱり同じように寝泊まりした人がいて、そっちの先輩で、女子だったんですけども、その人からいろんなことを習ったんですね。それが私の研究の始まりなんで、まあ、これから少しお話ししますけど、いろんなグループがいて、そこには、まあ、私のいた部屋は大部屋でして、まあ、昼になると10人ぐらいの人がたむろして、彼らは、戦争からまあ帰ってきてけど、職もない、何もないから、ただうろうろしとこにたむろしてて、ちょうど災害避難所、しっかり避難所のような感じのところでした。で、しかしここで幸いなことには、私は友永先生というのに知り合うことができたと。で、友永先生というのは文理大、今の筑波大学ですがね、その頃は東大の近くにあった文理科大学というもので、そこにの先生だったので、西名、有名な西名教授のその理研というんですか、理科学研究所もそこの近くにあったんで、で、友永さんはその頃ちょうど友永さんが有名になった理論を展開した頃ですね。で、友永さんが実は
戦争中に僕のいない時ですけども、東大の講師もやってたらしい。それで東大の学生を取り始めたと。その学生さんたちが僕の部屋にやってたわけです。それで玉野様はその学生を使って私を使って自分の理論を展開して、まあ、そういうことなんですね。でそれを私は横から眺めていて、まあ、だんだんと得得して、それでだんだんと玉野研究室のグループに入り込んだことができました。まあ、非常に幸いだったんですね。でそこにいたそれですから、それからその次に行ったのが、そうです。これがちょうど戦争が終わった頃のスケッチ、東京のスケッチですね。これは文理大学の焼け跡のところですね。それで玉川さんが理論を展開された、この焼け跡で残った建物の中で、その建物がこういう建物だったですね。この中で彼が理論を展開して、しかし東大の学生も使って、いわゆる繰り込み理論というものを、まあ、これからちょっとも話すのしかないですけど、展開して、それが彼のノーベル賞につながったわけなんです。それからあと、私は、大阪市大に再来して修復できたと。玉野さんのおかげで、その推薦によって大阪市大に就職して、それで、まあ、これで、まあ、いろんな人と勝手なことを始めたわけですけども、それからあとアメリカに招待されて、パリスタンの高等研究所というところに、まあ、2年間いて、それからその後になって今度はシカゴ大学に移って、それ以来、60年近くですかね、もここにおります。でさっき言いました軍隊時代に伏見玉宮奈良先生などと使ったんですけど、私が大阪市内に移った頃にいた、いわゆるソリューション研究グループというものができ始めたところで、その時の主なメンバーがこれ全部は持っています。これが例の有名な湯川秀樹、それから玉川慎一郎、それからこれは名古屋大学にいた、これも仲間の坂田正一、これも非常に私が尊敬している大学者なんですけども、あまり世界的には知られていない。ここに行ったのはこれ内山良友、伏見浩二、ここにこれがこれから話しますけど小林郎、それからここに私がここにいますね。でこれはちょうど今の湯川基礎研究所が設立しようという話が、湯川さんがノーベル賞を取ったそのおかげでしょうね。その話の設立の準備のための委員がここに集まっているわけです。それで大阪市大にいた時代のことは、まあ、非常に楽しかったんですけども、今回は特にちょっと吹きまして、私がプリンストンに招待されていた時のことからお伝えします。これがプリンストンの高等研究所というものでして、まあ、プリンストンというのは小さな大学町で、東の東海岸、アメリカの東海岸にあって、まあ、人口にたった5万ぐらいですよね。で学生の方が大学で、プリンストン大学があって、その郊外にあるのがプリンストンの高等研究所で、人口の小さいところですから、しかし土曜日になると、フットボールのゲームがあると、そうすると途端に人口が倍になると、まあ、そういう町でした。
で、この間Google で調べたんだけど、実際の本質の研究所は今でもあんまり変わってないようです。でこういうふうに区分区は都心からまあ歩いても20分か30分ぐらいのところです。ここが有名なのは世界的に有名な人文関係、サイエンス関係の有名な人間がいる。それ以外に、研究員という短期間の滞在がいて、まあ、1年とか2年とかで、で、アメリカの大学でですね、サバティカルという制度があるんです。また教授、またつまり我々は1週間のうちに、まあ、7日目ごとに日曜日があって休みですね。それと同じように大学の教授になると7年7年ごとに1年の休みがあって休暇を取ってどこ行ってもいいと、そういう制度があるんですね。それでそういう時にはその休1年を利用してこの高等研究所に滞在している、そういうことを願う人がかなりいます。そういう意味で、まあまあ、非常によく使われておるし、それから世界的に若い人が必ずここを通る一種の関門って言うんですかね、出世の入り口のような感じだった。で有名なのは、一番有名なのはアインシュタインですけども、それ以外にはたくさん有名な人がこうやっているのは、数学物理関係では例えばフォン・ノイマンとか、それからまあ、いろんなオッペンハイマーは知っておりですけど、それから C.N. ヤンというのは中国人の有名なヤンですね、彼もそこにいるし、それからダイソン、ファイマン・ダイソン、ダイソンもあそこにいる。プリンストン大学自身にももちろん有名な物理や数学者、例えばウィグナーとか、まあ、いろんな人がいますね。それで非常に、まあ、刺激の強いところでした。ここに我々の私のオフィスがこの中にあってたと。それで毎日、私は最初の1年は単身で来まして、それでアインシュタインの家の近くに下宿してて、その2年目からは今度は家族を家に寄せて、この、キャンパスの中のこちらの、こちらの方ですけど、住宅のようなものがして、バラックですかね、そんなバラックで、もうその中に住まわせてもらったんですけど、で、これがアインシュタインの家です、この、これがですね、この間、Google で見たら、やっぱりここにありましたけど、ここ、木が茂ってるんで、この家がはっきり見えなかった、でも全然変わってないようです。これがその前で撮った私の若い時の写真ですね。で、アインシュタインとも面会して話したんですけど、まあそれは暇があったらいいんですけど、あまり面白いことがなかったんで、今ちょっとスキップしましたそれで他の人の話をします。これはですね、プリンストンの研究所に通うとか人のためにですね、町の真ん中、大学のそのすぐ前ですけど、バスが出ると、まあバスというかステーションワゴンですか、今の、SUV みたいな、そこに我々は時々その方が近くなので歩かずに、通うこともあったと。でアインシュタインもその近くですから時々やってくると。でこの店に同乗しようとして、今入ろうとして時が僕がパチッと取ったわけですね。彼はその頃70歳を超えていたの。あ、それでですね、その時にあれですかね、ディナミーで今度は家族を呼んでバラックのとこに入ったと。でそこには今言いましたように、いろんな専門の人、
何も数学とかも数学じゃないんです。それで隣に住んでたのがちょうどハーバード大学から来た宗教学の教授だったらしいですね。で彼と初対面の挨拶先の会話のことは今でも私は残っているんですね。でそれがこれからの話です。これはですね、まあ、物理でリビングストン・カープという名前がついて、リビングストンというのはあのローレンスという、まあ、サイクロトンを発明した人の、学生というか、一緒に仕事をした人ですけど、これはまたおかしいな。これですか。加速器というのはアクセレーター、つまり我々はそれ自身のやる仕事といえば、実験的には、粒子をぶつけ合って、そこで反応させて、何が起きるかというのを調べる。で高いエネルギーの粒子をぶつけると、それだけ、まあ、いろんな粒子が起きて、そのためにもっと重い、新しい、今までないような粒子が一時的に飛び出して、また壊れている。そういうことをやるのが我々の、まあ、主な実験的な仕事なんです。すべてがアクセレーター、加速器というものに頼っていると。で加速器というのは、もうこの過去100年の間に発明されて、だんだんとそのエネルギーが上に上がってきたと。でその上がり方を示したのがこのリビングストンカーブです。で、ここに見られるように、いろんな方式の加速器が追加されてきて、それが、まあ、ある程度上がると、それ以上、まあ、頭打ちになって、それ以上限界が出てきてくなると。しかしながら、その次に新しい方式が生まれると。そうするとまた連動があると。それが頭打ちになると、今度はまた次の、社内の加速器が発動されると。どん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 上がってきて、それでその、崩落線というんですか。それを取ってみると、直線的に、まあ、これは対数すると、まあ、指数的に上がっているわけですね。こういうふうに指数的に上がっている。これ上がり方は10年間に10倍に1桁上がっていると。で、不思議なことには、今のコンピューターの能力の上がり方とほとんど同じ速さなんですね。で、これはだいぶ前に書いた過去ですけれども、これを伸ばしていったらどうなるかと。そうすると現在まで一体、大体現在までもこのスピードで上がっている。これが私が次に書いた、これですね。2003年経ったんですけど、前に書いた。で、これはもし直線に伸ばしたらどうなるだろうか。ここは今現在我々が理論的に考えられている最高のエネルギーでプランクのエネルギーというところですね。ここまでもし上がれるとしてこのスピードで上がったらどれくらい時間がかかるだろうかと。また150年ぐらいですね。次の世紀です。で、これを出した理由というのは実はさっき言いましたように、私がプリンストン大学でお隣のハーバード大学の宗教学の先生と会話した時の話ですけど、彼が言うにはですね、中世紀、ヨーロッパの旧世紀ですね、彼らが持っていた宗教的な熱情というのがいかに西洋のであったことが今の我々には到底想像もできないことだ。一つのカシードラルがランをするのに300年かけている。で、私が思いますのはこうなんですよね。だんだんと加速器が大きなものが必要になってくると。そうすると、もちろんサイズが大きくなる。それから費用もかかる。作る年月もかかってくると。将来はどうなるだろうと。で、まあ、ちょっと思い出したんですけど、私が、プリンストンの頃ですか、
エネコ・フェルミという、まあ、有名な人が、その頃物理学会の会長をやっていて、その会長を辞める時の年だったんで、退職演説というのをコロンビア大学でやられました。それで私が聞いたんですけど、まあ、この羽振りの話をこれからしますけど、で会話中には草木がだんだん大きくなってくると、で将来はどうなるだろうと、で彼が書いてたスライドにはですね、1984年には地球の大きさになるだろうと、実際はそうならなかったんですよね。さっき言ったようにいろんなテクニックの出場の進歩によるわけですけど、1984年というのは、まあ、皆さんは知らないけど、イギリスのジョージ・オーウェルという人の有名な小説があって、つまり1984年には世界は破滅すると、そういう意味の小説なんですよね。でそのヘフェリンがそう言われたように、確かに、化石が大きくなっていると。それで今現在世界的に一番大きな化石はスイスにある、スイスの、まあ、ヨーロッパの中央研究ですが、そこにある大きな基盤で、それを作るのにはすでに15年間かかってまして、やっと今頃最近になって動き出したと。本当のデータが出てくるには何年、これからどれだけかかるかわからない、まあ、そういう承知なんです。それでですね、もし将来もっともっと大きくなった時に一体どうなるだろう。まず資料の点で、これはとても経済学者から諦めてしまうことになるかもしれない。もし作ろうとした時にですね、それが100年かかったらどうなるか。そうすると、その研究を始めて、建設を始めた物理屋さんたちは一生かかって、その結果を見ないうちに一生を終えてしまうということになるんですね。やはりその物理はそれだけで、それでもやる熱量を持っているだろうかっていうということを私は時々考えます。それで、まあ、さっき言いましたけども、私がプリンストンに行っていろんな人に会いましたね。それで、まあ、会ってみるとですね、こんな人間なんかといったことを、それで、まあ、思い出しますけど、私と一緒に大阪市立大学に住んでした早川幸雄という先生、まあ、その小田さんの弟子なんですけども、それが僕に最初に知り合った時に言ったことですね、偉い先生たちというのは偉いと思ってるけど、知り合ってみると実は何も知ってない、本当に何も知らない、だから実際そんな話と実際こっちが楽しくなるって言うんですね。だから先生って、偉い先生っていうのは別に怖いものじゃないです。で偉いっていうのは何も物を知ってるとか、そんなことじゃなくて、ただどういう仕事を、偉い仕事をやったか、それで偉くなってるだけですね。で先生っていうのは別に怖いものじゃない、話し合うということは普通の人間で、まあ、これからの年でいろんなエピソードがたくさんありますけど、それぞれみんな癖がある、これは確かです。でこの時、まあ、ついでには言いますけど、東大にいた頃、もう一人玉川さんの弟子で、ちょうど玉川理論っていうのを展開してたその一番弟子が小葉次郎という先生です。ここにいるのが小葉さんですよね。彼は小葉さんというのは学生をたくさん使って自分の理論の、まあ、チェックをしてもらって計算をしてもらって、計算といっても数値計算じゃないですね。ただいわゆる接動展開とか、いわゆる我々がやっている理論の、まあ、公式を外数的な計算ですけど、それをやってチェックしてもらって、彼の理論というのがうまくいくかどうかというのをチェックすると。
それで小葉さんがその一番弟子で、私の机のちょうど向こうを前に座っていて、で彼の仕事を毎日眺めたんですけども、ある日彼が突然頭を丸棒にしてやってきました。で俺がびっくりして、どうしたのと言ったら、実はその玉川さんからその計算のチェックをして、玉川理論がうまくいくかどうかチェックしてもらってやってた。で彼の計算の結果、これはダメだと、理論はうまくいかないと報告したら、実は玉川さんがすぐ自分の計算の間違いを見つけたというんですね。それで昔の武士だったら、こういう時には切腹をするか、あるいは頭を襲って坊主になると、まあ、そう言ったんですね。それで彼は坊主になって、まあ、切腹はしなかったわけで、で小川さんはそれから、まあ、いろいろ有名な仕事をして、一緒に大阪大学の助教授として、私と同時に大阪関西にやってきましたけど、最後はコーペンハーゲンのニュースボア研究所の教授になりました。それはまあ60年代ですけど、その時にあった仕事というのは、私にも頻繁に仕事をして、私が紐の理論というのを提唱したのも、そのきっかけがその小葉さんのペーパーです。で、もうオッペンハイマーという人は別に所長ですけども、まあ、これには私もすっかり恐れ入って、まあ、怖くなってしまった。ものすごくその頭の切れを鋭い人ですよね。で時々我々若い人間っていうのは、まあ、言いますけれども、定期的に時々自分のやってることを彼のところの部屋に行って報告、ディスカッションをやって報告する、まあ、そういう、まあ、義務のようなものがあったんで、習わしだったんで、それで私も時々そこに行って話をして、でそのためにまず3日前から予約しておくと。で彼はその頃まで政府の、まあ、いろんな役務まであったんでしょうけども、なかなか会えないし、簡単には会えないと。で部屋に行くのには、まず3つの部屋を通り過ぎていくの、奥の方が行くと、3つのセクションがあるわけですね。で、部屋に行って奥すると、まあ、彼が、なんか、机に持って日本のだけど、やってきて、ドアを開けて、僕が入れると。それで、ドアのところで立ち話が出ない。で、私は自分が今やっていること、どんなことか、どうやって表現しようか言い出そうかと、もじもじしてる。そうすると、すかさず彼の方が、私の言おうとしたそのままのことを向こうが言ってしまうんですね。これにもすっかり恐れています。ですから、もうますます私はその、おじけがついて、物が言えなくなると。それで、5分間かかりすると、もういいという身振りで追い出されるわけですね。だから、この心を読むという、マインドリーディングという、魔力は、不思議な魔力を彼は持っている。これはどういうものだか私にはわからないんですけど、でもそういう人間がいるらしい。これは誰に聞いても同じことは言えます。で、実はオッペンハイマー自身はですね、大金持ちの息子で、ニューヨークの、まあ、ミリオネアですか、それの息子だということは聞いてましたけど、で、私の家族が来て、時のまずその年の初めというか学期の秋ですよね、歓迎会があって、彼の感謝の鑑定がこの中にあって、そこで歓迎会があって、で私の家内も一緒に行きました。で彼の大きなマンションです。この大きなマンションだけ、ここまで見えてると、ふと見るとですね、壁に絵がかかっている、これです。これが有名なバンコフのひまわりという、昔にある世界的で有名な絵ですね。これがちょんと変わってる。これにはびっくり仰天しましたですね。まさか物理院が、一回物理院がこんな絵を持っているとは思いもよらなかった。で、私の
スマートというのは、まあ、無邪気なんですから、早速オペオペンハオピーに向かって、これは本物かと言い出したんですね。で、言ったらオリジンなのと言い出したんで、僕は、まあ、慌てて彼女のすねを蹴っ飛ばしたんです。で、オピーはの、まあ、これからこの次にパウリの話もしますけど、彼は、数年後に、高等官で亡くなりましたけど、その後で彼の娘さんと会って話したところでは、結局彼はこの今までの絵は売り飛ばしたそうです。だから今どこにあるか知りません。で、これがその頃言った若い者が、一時言った若い者の、まあ、一部ですけど、全部じゃないですけど、コーヒーブレイクで外で遊んだ時です。僕の写真で、これが有名なヤン、中国人のヤン、ヤンですね。これがパイエスで、まあ、これの話もありますけど、これがリー、ここにいるのはこれがウォード、アイデンティティのウォード、これが私です。まあ、こういうふうにして我々は毎日、まあ、ディスカッションしたんだけれども、結局、結局において私は決してはここではハッピーじゃなかったの、まあ、話を言われてますね。その話をこれからします。それで一つ戻りますけれども、パウリの話になりますが、ね、その時に私のいた頃に、パウリというのは、まあ、これはヨーロッパの人、ドイツですけども、ここに一緒にやってきて、一緒にやってきて、それで私たちの、セミナーとかなんかに参加したんですけど、彼は量子力学でもご存知でしょうけど、量子学の根本を作ったのに貢献したパウリの原理とかパウリのスピンとか、そういうものを発明した有名な人ですけど、だけども彼は人間的に口が悪い、怖い、それで有名だったんですね。で、それを私は身の回りで経験したのをこれからお話します。で、まあ、毎週セミナーがあると、それで若い人たちなんか誰でもいいですって言うけど、まあ、とにかく誰かが今やってることを話すると、そこでさっき言ったパイシという、まあ、これもヨーロッパのオランダの人ですけど、それが自分の話をしたもの、今日はまあ物理の内容のことは話しませんけど話してたと。で、オッペンハイマーはいつも座長で、まあ、このメインの方の隅に座っていて、で、パイプをしようとか、で、こっちを見ると、あれの方、それから彼の方から見て、それで、スピーカーが一言なんか言うと、必ずその後でコメントをするんだよね。すかさず、それでこっちの方向いて、コメントをして、うん、俺は偉いだろう、という感じですね。いや、パウリは、すぐ前に座っていた。それで、このずんぐりした男ですけど、いつもこうやって頭を振ってくれて。でもこれ、居眠りじゃないんですよね。細かくしてないんですよね。彼が散歩してるだけでもこうやって。で、なんか聞いてると、なんかブツブツ言い始めた。彼が言うには、Paris, it's nonsense. You had better stop.言うべたスパー何も言うか。で、話する人はもうそれを言って、プロフェッサー・パウリ、Please listen to me to the end. No, 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 you stop, 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 stop! 突然から踊り上がって帰りの真似頃を、Stop! それで、まあ、セミナーが終わりになっちゃった。まあ、非常に怖い人です。その点もう誰も容赦しない。で、彼とハイゼンベルトは非常に良い仲で、一緒に有名な論文を書いたんですけれども、まあ、一度国際学会の時で散々とハイゼンベルトをこき下ろしたんですね。みんなの前で大演説をして、そういうことも忘れてもらっています。それから私がシカゴに移ってからもですね、実は、まあ、変なことが論文を書いたと。で、パウリの一番辛辣な批判というのは、
You are not even wrong. 間違ってさえないって言うんですね。つまり間違っていればどこが悪いか分かるけど、もう何というか手のつけようがないって言うんですね。これが一番辛辣な意味だって言うんですね。で、実は、まあ、つくる私が島にいたからも、まあ、私のハッタリをやって、うまく論文を書いて、これはしまったと思って、それで公開したことがあるんですけど、パワリがちょうど試験を通ってやってきたことなので、私のボスが行ってパレードを歓迎する、まあ、パーティーを開いて、それで私と隣が少し遅れていったら、僕が我々が部屋に入ると、遠くからパワリがすぐ見つけて大声で怒鳴ったんです。 Here comes the famous number! って言った。まあ、ノートリアスと言わなかっただけでも、まあ、ひざくたっぷりで、まあ、そういうひざくにあったこともあります。で、ママのビッツ、パワリはそこで、亡くなった、後で、ガンで亡くなってますけど。でも、そういうわけでですね、ポリネシアンというのは、まあ、天国のようにあった。生活の面ではとても楽しい、好きなところでしたけど、仕事の面では非常に、なんていうんですかね、うまくいかなかったし、私の子供、それから若い者たちとの競争意識っていうのがあまりにも激しい、すごい。それで決して私はハッピーじゃなかった。実際私が得ようとしたこともうまくいかなかったということなんですけど、で私も少し気がおかしくなったんですね。で、この人に何かとかしますってこと。それで、ここに書いてあるんですけど、あれですね、例えば、石川啄木の詩にですね、ありますけど、私の好きな石川啄木ですけど、友が皆、俺より偉く見える日よ。花を返して、妻と楽しむ。そういう句なんですよね。私はそれでも、まあ、花を買ってきて楽しむような、そういう余裕もなくて、散々に、まあ、家で当たり散らしたということを覚えています。で、それを作ってくれたのが、鹿児島大学。で、シカゴ大学がその頃知り合ったホールバーガーという、まあ、私と同じぐらいの年の人がプリンストンに、プリンストンでの人がいて、それが私に、まあ、研究員としてこないかということ。それで私は飛びついたんです。というのは、何かアメリカに行って、地方の仕事をして帰りたいと思っていたんです。ところが、プリンストンでうまくいかなかったと。だからもう少しいて、それで、その後で、しかも私立大学に入ろうというつもりだったんですね。けれども、しかもについてみると、あまりにも環境も違って、居心地がいい、すっかりもう気に入ってしまって、結局、今まで座ってしまったことになるんです。これがシカゴのダウンタウンですよね。このミシガン湖の通りで、ミシガン湖というのは大体九州ぐらいの大きさですが、この南の方の辺にある。で、この町の一部にハイドパークというところがあって、これはシカゴの近くにある、郊外にある、いわゆるパルミラブという世界で2番目に大きな家族機能で、これが半径が1キロメートルですね。これ1キロメートルのあるんですね。まあ、こういうところに行って、そこで、日本大学には、エンリコ・フェルミ研究所と、今、昔は名前が違ったけれども、そこは、まあ、つまり戦争中に、フェルミが初めて、原子炉を作って成功した、まあ、それで有名なところですね。で、そので戦争中はフェルミは、原爆の清掃とかそういうことに加わって、まあ、別のところにいましたけれども、戦争が終わったんでみんな帰ってきて、
してもっと自由な研究を始めたいと、それで作ったのが遠力生命研究所です。でそれが未だに続いているわけです。でここにあるのが研究所の前、この研究所の奥の病院の後ろの方にあるわけです。違うんですけども、この前にこの地下ですね、この地下、地面の地下に初めて原子炉が作られた。で、この上に今、記念碑が建っている。で、これが、ヘンリー・モアという有名なイギリスの彫刻家が作った、キノコムかなんかして思わせるような彫刻ですが、で、私はこれは、ここにいるのは、これはまだだいぶ前に撮った写真です。で、ここにいてどういうことがあるかというと、つまり、これは総合研究所であって、それで何も物理だけじゃない、つまりロスアルモスというところで原爆のとこなんかの研究に従事してた人たちが、ケミストでも地質でも何でもいろんな総合的な人が集まってここに戻ってきた、それで来たわけです。で非常に家族的な雰囲気です。で偉い人も若い人も何も作り出すんです。そこにいた有名な人というのはさっき言いましたけど、フェルミ、エリコ・フェルミ、それからマイヤーというのは、ペルマイヤーというドイツ人の女の人で、いわゆる、原子核のシェルモデルをでノーベル賞をもらった人、ハロルド・ユーリエというのは、これはケミスト、科学ですけども、重水素を発見した人にノーベル賞をもらっていると、そういう人たちがずらっと揃っているわけですね。それで毎週一回みんなが集まって勝手な議論をすると。で誰でもいいんですよね。若い人でも誰でもいいから立ち上がって、今これをこんなことを考えて、何でもできなかったことじゃない、こんなことをやろうとしてる、これから考えてどうだろうかと、そういうディスカッションをする。そうすると、フェルミ君がそれを座ってすぐそれをコメントをしてディスカッションが始まる、そういう文章ですね。それで若い人がちょっともちもちする人、座長がいまして、お前どうかって言われて、なんか言えとか言ってですね、なんか言わなくちゃいけない、考えること。非常に民主的っていうか、デモクラティックというか、上下の隔てが何もない。そうして、彼らは、みんな近くの歩いて通えるところに住んでるわけですから、しょっちゅうパーティーをやってくる。で、パーティーに行って晩餐になって、それからいろんな他の、例えばコスチュームパーティーなんていうやつ。そうすると、今、これがありますけど、例えば、ここにいたのは、ベンツェルっていうのは私の自分の方のコースで、皆さんの WKB という近似というのが量子学ありますけど、その W です。WKB の W ですね。これはスイスの表紙です。これがその晩餐家の前で言われた時の一つの例で、で、ここにゲペルマイヤーさんですね、これのハズバンドで、これはジョー・メイヤーとして、ここに私が、ステファスの棚がいて、それからここに私の通りを乗るか、一見の物理がいいんだけど、時々こういうことがあって、それからコスチュームパーティーがあって、僕は覚えてますけど、一度私はこの、奥さんを取り替えて、私の彼女の着物を彼女が着て、私の奥さんとして、それで、コスチュームパーティーに出てきたと、そういうことをやったと覚えています。それから、それで非常に、家族的な雰囲気で、それで私はすっかり気に入ってしまったわけね。それで私もそこで、座ってしまうことになりました。で、同じ頃に、地下の大学に、やってきた、日本から来た人もかなりいて、いたんですけども、そこに居座ってきた人もいる。で、その人のもう一人のことを、有名な人を紹介したいと思います。これが藤田哲
哲学の人です。これは気象学で世界的に有名な人です。で、竜巻博士というあだ名がついているで。これは九州の専門学校で出ただけの人です。学歴は何も日本ではないんですけども、その頃はですね、学位を取る、博士号を取るためには何も大学に行く必要はなかった。自分の研究の論文を書いて、どこかの大学に出して審査してもらえばよかったわけですね。で、栗田さんもそういうふうにして東大に論文を出して、医学博士をもらった。その仕事がアメリカで滋賀大学の目に留まったんでしょう。研究員室で呼ばれた。で、それからどん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 と彼の才能を認められて、ずっと私と一緒に一生前付き合いをすることになったんです、ね、で、驚くことにですね、彼はその研究費をもらうのに国から一生前の研究費をちゃんと保証されたそうです。で、しかも定年になって辞めた後の生活費まで、生活費まで保証してくれたそうです。まあ、いかに彼が貴重な存在として国から、認められたということが分かります。で、彼は有名な仕事には2つあるんですけども、1つはダウンドラフトという気象のそうです。これは飛行機が着陸しようとする時に突然上から風が下向きに起きてパツつけられて、それで大事故が起きて飛行機が壊れたことがあるんですけど、彼はそれが操縦士のミスではなくて、実はダウンドラフトで新しい気象現象があるということを発見した。もう一つは、彼が竜巻の研究、まあ、アメリカは竜巻が有名でして、まず春先になると、アメリカの内部では大きな竜巻の大被害があるわけですけど、結局彼は世界的な研究で、それで竜巻の強さを測る尺度として、フジタスケールというものを、まあ、編み出したと。これは世界的に見つめるので、ちょうど日本でいうとマグネチュードとか振動とかいうのをそれに相当するんですね。それで、まあ、認められているんです。で、これは彼が自分の実験室で作ってみせた、つまり人工的な竜巻ですね。まあ、彼が考え出したのはドライアイスを、まあ、使って、それで、上からこれをして。で、彼は最後は腸病、糖尿病で何年か亡くなったんですけど、毎日几帳面で自分の健康のデータを取って、ちょうど気象のデータを取るように自分の体のデータも取って、それから薬との相関関係とかそういうのやって、何でもそのそういうことをやって、それで非常に詳しい記録を本として残しています。まあ、そういう人です。ですから、まあ、データを取る、ものを取ると、それそこではものすごく、まあ、才能のある人ですけれども、個人的な性格では、時にはまだ子供のような人間でしたね。で、もう一つ、まあ、言いますけど、もう一つ、これはチャンドラセガーという私の、まあ、私からの同僚の話なんですけども、これは有名な、それから天文、天体物理の世界的に有名なチャンドラって、皆さんもご存知だそうですけども、チャンドラ、X-ray、人工衛星ですね。それが今、上に飛んでるのをご存知で、チャンドラと名前がつくんですけど、これは私の、まあ、同僚の、しかも大学の人で、の一人です。で、彼は、もちろんインドの生まれで、しかし、まあまあ、名門の生まれでしょうけど、彼のおじさんはラマンという、まあ、ラマン効果で有名で、ノーベル賞を持った人ですけども、彼が20歳の時にケンブリッジに留学したと。その船の中でやった仕事が結局ノーベル賞につながったんですね。で、この頃ちょうど量子力学ができたばかりでした。で、早速その量子力学を応用して、星の構造に応用したと。そうすると、星の大きさというのはあまり大きくない。
つまり白色矮星というのは、太陽の 1.4 倍ぐらいしかってね、つまりそれ以上になると潰れてしまうと、まあ、そういうことがあるということを彼が発見した。しかしそれは20歳の頃ですけども、ケンブリッジに行ってからですね、その当時の天体物理の最高権威、その一つが絶対にこのシンプルのインド人のあれを認め、仕事を認めようとしなかった。一生の彼は認められなかったですね、彼らから。でそれがまあ非常に彼を傷つけたらしいです。まあ、そういうことが昔はあったわけですね。で彼は鹿村役がやられて、その鹿村役の付属のイヤキーズ天文台というのがこの近くのウィスコンシン州にありますけど、そこの天文台長になった。で同時にアストロフィジカルジャーナルというまあ有名な世界的な標準的な、天体物の雑誌ですけど、それのエディターをやってます。で私は時々まあ、子供を連れて、ウェスコンシンというのは、まあ、湖が多くて、緑が多くて、夏は涼しいと。で、いつも夏はそばに座ることもあるし、よく子供を連れたり、ハイキングに行ったり、フィッシング、魚釣りやったり、あるいはキャンピングやったり、そういうことをやってたんですけども、その途中に時々、山道のところに行って話し込んで、で、彼と親しくなって、いろんな話を聞きました。でここで聞いたことをちょっとだけお話しますけども、例えばですね、チャンドラはそこから、講義のためにしかもない国に毎週通っていたと。片道に2時間かかるんですよね。で、ね、これは大変だろうと言ったら、彼の言うのは、I don't mind. I can do calculations while driving. まあ、しかも、まあ、豊中の町と違いますから、ドライブしても、計算しながらっても、別に危険なことはなかったでしょうけども、まあ、彼はそういう人で、それで、彼は一生の研究をやめなかった。で、次から次と研究のテーマを書いて、まあ、5年ぐらいの単位ですけどね、ある一つのことをやると、徹底的に研究をして、でそれからそれを本にして出すと。そうすると、またテーマを書いて、今度は次のテーマに移ると。そういうことを繰り返してました。で、彼が一度言ったことがあるんですね。それから、まあ、まあ、それで最後にそうですね、彼が最後にやったのは何かというと、ニュートンのプリンキピアという有名な、まあ、バイブルのような、つまり、物理学のだいぶバイブルですね、力学の基礎を続いて、それで、さあつまり、バイブルのようなんですけど、それを注釈、現代版を作ろうということでした。で、ブレンクフィアというのは、まあ、私もあんまり読んだことはないんですけど、彼は微積分を発明して、しかもそれを応用して、ニュートンの方としてのことだったんですけど、実際の問題のところには、それを使わずに、ただ幾何学的な図形を使って、そうやって見せていると。ということをやってるんです。それで、自ら、自分でいろんな問題を出してみて、それでそれを解いてみせ、回答を出して、それがプリンキピアに書いてあるんですね。で、彼がちゃんとやったことは、まずその問題を見ると。そして、今度は自分でそれを解いてみる。自分自由に解いてみると。解いてみた後で、今度はニュートンがやった答えと比べて、解いてみるというんですね。そういうことをやってたんです。で、その時、チャンドラは我々のところによくやってきてましたんですけど、どの問題についても、必ずニュートンがやった答えの方がうまかったと。彼はすっかり感心して、確かにニュートンは世界最大の物理屋だろうと、言ってました。で、実際ですね、いつかアメリカの物理学会で世論調査があって、物理学者の世界、有名な物理学の番付を、まあ、上がったんだけど、その結果を見ても、ニュートンが1で、アインシュタインが2になっています。まあ、そういう素晴らしいニュートンというのは素晴らしい人間だということを、まあ、皆さんあまり知らないかもしれません。で、
最後はチャンドラー所長を辞めてハイトパークというその大学のところに移ってマリアのところに組んできたんですけど、時々しょっちゅう連絡にディスカッションやってる。で、私が覚えてるのはですね、彼はたくさん賞をもらってますね、というか、それで私にそれ文句を言うんですがね、スイカをすると彼らが賞を出すのは全くバカげた意味のないことだと。何か新しいことをしたから賞をもらうならいいけれども、実は賞をもらったから偉いと思われてまた賞を出すと、こんなバカなことはないですよね。確かにこれはそうだと思います。で、彼が実は最後は心臓病で倒れたんですけれども、その時にそばに助ける人がいなかったと。彼は自ら車を運転して病院に行って、そこで亡くなりました。だから非常に彼もそういう悲劇的なところがあったわけですね。で、ちょうど昨年彼が100年歳がしかも亡くなりました。これがまあ矢口のね、天文台の上から見たときにですね、矢口です。それから、最後にまだちょっと時間がありますけど、もう一つ、例えば、この内山良平という先生の話をしましょう。内山先生というのは、ここにある、この大男ですよね。これは犯罪の有名な先生で、内山の理論というので、内山の芸術論というので、世界的に知られているんですけど、彼は私が陸軍で宝塚のところから公安として付き合うことになって、彼は大男で大声で、まあ無邪気っていうか天真爛漫っていうか、それから野蛮っていうか、まあそれで有名なんですね。それで私の記憶ですけども、その宝塚の研究所にいた時に、まあその頃は非常に食料なんで、すでに食料なんで、いつでも彼はこの大男は腹を減らしてたらしい。それで時々彼がやってきて、大声で数字盤にやってきて、おい、腹が減った、何か食わせろって言ってやってくるからね。その頃は、まあ、我々は丼一杯しかもらえなかったんだけど、彼は丼のおかわりくれって言って、それで数字盤の女の子には大変人気が悪かった。まあそういうことですね。それからその頃自動販売機というのが出てきました。それで彼がそんなものが落ちてたら、あれですね、コップがポンと落ちてきた。で、何かの重曹を飲もうとしたんじゃ、で彼が慌ててコップを取ったらその後で重曹が垂らったで、彼は一人でこうやって重曹を飲んだという話があります。それから彼がプリンストンで呼ばれたと。それで私のシカゴに行った頃ですけど、途中でシカゴに寄ってくれたと。で、私は科学科学屋に、その内山夫妻を案内していったんですね。彼はその有名なのは、いろんな収集兵器があって、それで、まあ、高いカメラなんかも収集してくれ、それからプラモデルですか、小さな自動車とか飛行機、あのモデルを夢中になって集めてたらしい。それで科学科学館に行ったら、松陰堂にこうそういうものが並んでるわけですね。彼の大男はこの床に腹ばいになっちゃって、のろき込んですね、離れようとしないんですね。で、彼はそれから立ち上がって、今度は後ろの奥さんに向かって、奥さん、どうぞこれ買ってください。頭を下げてね。そしたら奥さん、そこらに、ダメと言われるんですね。で、私、昨日になって、まあ、そんなこと言うのは、ニューヨークに行ってもまだこんなの買えるからって、彼は非常に残念そうで、もしなかったときには、またこちらで僕から送ってくれますかと何でも僕に頼みました。それからプリンストンに行って、これは僕が聞いた話ですけども、ある日、彼が自分の家でパーティーをやった。それで、そこにもう一人、口の悪い日本人がいまして、私の、まあ、親しい人ですけども、すぐ口論になった。で、彼はカッとなってですね、腕を振り上げて、
お前ちょうどいいだろ、殴ってやる、ぶん殴ってやるって怒鳴ったわけですね。それでこう上げたら、そしたら奥さんが、よしなさいと言われた。そしたら彼の手がスーッとこう下がってきたんです。まあそういう非常に無邪気な人間でした。で、彼の仕事についてはですね、実はその後で彼が手塚山女学、女子大学の学長になった時に、会った時に話してくれたんだけど、いつでもある人の他の理論についてですね。で、その頃、彼はプリンストンに呼ばれたから、それならばみんなそこで何か仕事をすると、それならば今のうちに、行く前にもちゃんと用意して仕事をしようと。それで彼が今までやっていた仕事について論文を書いたらしいです。で、プリンストンについてみると、実はヤンという、まあ、有名なヤンというヤンですが、同じことです。ヤンミルのゲージ場という話ですけど、先にやっていちゃった。ということで、彼はがっかりした。で、がっかりしましたけれども、よく後で考えると、実は彼の方がもっと先までやっていたということに気がついた。つまり、ゲージ場の原理というのを詳しいことは言いませんけれども、それを重力場の方程式にも応用して書いていると。そこはやむをやるってなかった。それで彼は気を持ち直して、その本だけを論文にして書いた。それが今これの主体という論文でして、なぜじゃあそれでそれを早く発表しなかったというのが彼の失敗ですけれども、その時の彼にはですね、湯川博士の権威があまりにも強かったと、彼の指標を恐れたということですね。で、湯川さんというのはその頃神様のような存在でして、で彼のやった方法、つまりそれ以上の普通のアプローチの仕方というのは確かに革命的なものですけれども、ゲージ場の原理というのはそれとはまた別の意味で非常に深い新しい原理ですけど、湯川さんがに腐されるか、あるいは求めてもらいになるだろうかということを恐れて論文にしなかったというんですね。ですから吉山さんのような人でも権威にこだわるということはそういう大きな損をするかということは一つの教訓だと思います。まああまり暇がありませんから、ここで新しいまたいろんな月話ありますけれども、これもイグナーも始まりますけれども、これもバージンの話もしようと思いましたけど、申し訳ありませんから、そうですね、これくらいにしておいたらどうかと思いますけど、それでこれから皆さんも質問があればお答えしたいと思います。どうもありがとうございました。